もともと大学を出たら教員として地元に帰って、そして高校サッカーの指導をしながらなんていうことを考えていましたので、指導者になるんだろうなとは思ってました。で、選手としては先行き自分は大したレベルじゃないな、指導者になりたいなと思ってるところに、やはり筑波大コーチ学というのを僕は取ってたんですけども、プロのコーチングがあるんだと、そういう世界があるんだということを知りましたもんですから、学校の先生になるのか、そういった世界に進むのか、どっちに行くんだろうっていうようなことを考えるようになってきましたね。まあ最初は大学院でコーチ学を学んでというふうに思ってたんですけども、まあ幸いのことに選手としてもうちょっと続けてみないかという話を受けたもんですから、それはもう選手としてやれるだけチャレンジ、また新しいチャレンジですよね。大学に行くのも僕はチャレンジでしたけど、自分はまたその上でもう一回チャレンジしてみる、まあ、合計7年間それなりに試合に出ることができて、また新しいチャレンジでなんとかそこでやれるくらいのところを何年間かできたっていうのは、僕にとってはいいチャレンジができたななんて思ってます。まあ、ちょうどこれは僕は本当にラッキーだなと思うんですけど、今の SQ ライセンス講座ですね、あれが筑波大の寄付講座という形で筑波大で行われていたんですよ。なので僕は大学院生で他の、授業を出ながらも、その SQ ライセンス講座の中で、話を聞くことができて、でそんな中スタッフとして、呼ばれて、まあ、週末にはどこか行って分析した結果を持ち帰ってきて、でそれを時々SQ の講義の中でもこう皆さんと談議したりとかっていう、本当にラッキーな幸運な指導者生活の始まりといいますかね、そんなスタートを切れたなって思ってますね。アジア予選は93年にドーハの悲劇があって、でその4年後ですからね、なんとか日本は日韓のワールドカップの前に出なければいけない、ものすごいプレッシャーでしたからね。いや、ワールドカップの素晴らしさ、それからそこに向かう集団の覚悟、誇りを持っている顔、目、試合前の岡田さんの目、そういったものは一生忘れないですね。あの時は本当に初出場で、で、まあ、喜びとともにいろんなことが、ね、ワールドカップ、これでこのまま行っていいのかとか、いろんなことをもう言われながら行ったワールドカップだったんですけど、その本番のピッチに向かう、ね、選手たち、スタッフの顔、いや、そういったものは本当にこっちは鳥肌が立つぐらいの、素晴らしいチームだったですね。やっぱり中途半端なものではなくて、だからこそそこに行かなきゃ経験できないんですよね。これは U20 だからまだフル代表じゃないから、ワールドカップはワールドカップですよ。世界から優れた選手チームが集まって世界一を競う、地域を代表して集まっている、そのピッチの上には本当に本気以上のものがあって、ギリギリの戦いがあって、で痺れるような戦いがあって、そんな経験をできるのは本当に選ばれたこの21人だけですからね。素晴らしい大会、何回でも参加したいですね。聞くも涙、話すも涙の部分もありますし、でも今思い返すと、あの2年間がなければ今の僕はここにはいないなと思いますしね。っていうのは、言葉もできず、スーパーマーケットで買い物をするのにも苦労をし、そして全く日本とは価値観の違う個人主義といいますかね、自分の意見を持ってないものは全く相手にされない、そんな中でどう生きていくのか、で、コーチとしても初めての仕事でしたから、選手たちとどう信頼関係を築いていくのか、本当に人として、人間としていろんなものを学ばせてもらいました。やっぱドイツ人相手の指導って難しさは絶対あったのか。まずね、コーチングのうまさ、下手さがどうのこうのっていうよりも、彼らを納得させる必要があるんですよね。なんで俺たちは日本人のコーチに教わらなきゃいけないんだっていうふうに言われますからね。で、僕はまあ、幸い、現役を上がってまだ2年ぐらい、1年半ぐらいだったかな。だったので、まだ多少体が動いたんですよね。で、コーチだと奇数の時に1人こうサポートプレイヤーで入ったりということが多いじゃないですか。そこである意味こう納得させなきゃいかんなと思って、ドイツ人よりも激しく、ドイツ人よりもアグレッシブにゴールを狙うっていうのですね、
まあプロ予備軍ですけど、その当時の16歳よりは僕の方がまだちょっと上手かったんですよ。そういったもので見せて、で納得させていったところがありますね。二人で、はい、なんだこの日本人はっていうね、ある意味思わせないと、うん、それと一緒に、まあ、最初ドイツ語できなかったんで英語でやってたのはやっぱりダメなんですよね。はい、はいはいっていう感じですもん。それからちょっとずつドイツ語も習得し、選手たちから逆に教わり、間違ってたら言ってもらって、でピッチの上では戦いっていうのでね、3ヶ月ぐらいした時かな、僕はドイツ語はあなたっていう呼び方が、本当に友達同士で言う do っていうのと、年上に言う z っていうのがあるんですけど、ずっと z だったんですよ。ある意味お客さんだったんですよね。それが2ヶ月ぐらいして do になり、3ヶ月ぐらいしたら影に変わったんですよ。そしたらある選手が、影練習終わった後にちょっと練習、こういうのをトレーニング手伝ってくんないかっていう風になったと。だからそれが、その日が僕にとってのコーチの初日って言いますかね、やっと認めてもらった初日だなと思って、今でも忘れないです。忘れられないですね、あの時の。僕がトレーニングノート毎日つけてたんですけど、うん、今日が俺にとって指導者としての初日だ、最初の日だみたいに書きましたもんね。しばらく日本人はこのドイツではプレーできないだろうなって思いました。そこにはテクニックとか、当時ちょうどそういう時期であったんですけども、もう1対1が全てっていう時代だったんですね。マンツーマンでシステムは3-5-2、フィールドはロングフィールドになって、コンパクトさは全くなく、1対1で勝つか負けるか、負けて点数を決められた時にはブンデスリーガの中継でその負けたディフェンダーの顔がずっと抜かれてるんです。このお前、この選手の1対1の負けのせいで失点したって言ってですね。で、忘れもしない寒波が来たマイナス20度の中でのトレーニングで、グラウンドは凍っている土です。その当時まで1FC ケルンのユースは、その上で凍ってるグラウンドでも彼らはスライディングを全く気にしない。そんな1対1ありきのサッカーの中で、これはしばらく日本人は厳しいなって思ってましたね。ただドイツサッカーも変わり、日本人のやっぱり能力も上がり、今これだけの日本人が活躍してるっていうのは誇らしいですよね。ただ1対1の厳しさやトレーニングの中での本当に勝ち負け、そういったものは本当に、僕はその後広島に僕は入ることになったんですけど、これは日本でずっとやらなきゃいけないことだなと思って、本当に影響を受けましたね。今はね、アリロジチさんがデュエルという言葉をして、その前後から玉際という言葉が出てきましたけども、玉際のところで勝つ負ける、そしてそのまず1対1で取りに行ったらボールを奪い切るんだっていうような、っていうのは特にちっちゃい頃にね、ボールは自分が奪って自分のものにするんだ、他の選手には渡さない、そんなようなメンタリティというか、サッカーの本質の考え方みたいなところは本当にちっちゃい時に始めて学ばせてあげたいですよね。よく南米の選手を例に出すんですけど、彼ら球際だなんだなんてそんなこと言われてないと思いますよ。その中でどう止める、だからどこに運んで、どうパスをして、どうドリブルをしてっていうものを自然に学んできている。だからそういったものの差というのは、実は日本ではそういったものを教えなきゃいけない。で、教えると今度はどういう状況でどこに置くんだっていう、今度は判断伴わない技術だけの技術になってしまうというところで、いろんなところで南米とはスタート地点が違っている。まあ当然スタート地点が違うんで、コーチングの中身も変わってこなきゃいけないんですけどね。両輪で本質を上げていく、それからコーチングの部分で導いていくっていうので、両方で我々はやっていく必要があるなと思いますね。僕ら世界に行って遠征をしたりするときに、それも生で感じますのでね、だから監督ずっと言ってんのかとか、そういうふうに納得感は選手は大きいと思うんですよ。ですからもう、やっぱり球際だって言われてるのは、しょっちゅう言われてるのは、こういうためなんだな、将来ワールドカップ行ったりプロになってヨーロッパと戦うって言った時には、それは大元だから、ここで負けてじゃしょうがないんだなっていうのはね、代表の選手たちっていうのは感じやすいし、感じてその後につなげやすいんじゃないですかね。いい意味でも悪い意味でも、我々日本ですからね、はい、極東に位置する島国にいる我々は、国内だけの勝ち負けに固執してしまうことが多くなるのは当然なんです。
僕もそうでしたもん。リーグ戦目の前の試合に勝つためにどうするのか、世界のことなんか考えれないですよね。だからこそヨーロッパの国々のようにすぐに移動して隣の国と試合をしてというものが感じられないからこそ、海外に行く経験を増やしたいですし、そのために U17 や20、この育成年代のワールドカップというのは我々日本人にとっては非常に重要だと思いますね。ですからここに出るために選手を発掘し、いい経験をさせ、アジアを勝ち抜いて、そしてその素晴らしい舞台のワールドカップでできるだけ上に勝ち上がって、痺れるギリギリの試合を何試合でも、1試合でも多く経験させてあげる。これは将来の日本代表に向かってヨーロッパで活躍する選手、南米で活躍する選手っていうのを輩出していくのには非常に欠かせないものだなと、そういうふうに考えてます。彼らとはね、年齢も近いし、さまざまな代表で一緒にやってる選手も多いですから、俺も彼らに続こうって思ってる選手がほとんどだと思いますよ。はい。で、U20 っていうのはね、もともと世界的にいろいろ見ていけば、メッシがプレーをし、アルゼンチンのアイマールがプレーをし、そしてポルトガルが2大会連続した時は、フィーゴがいて、フェルナンド・コートがいて、そして黄金時代を築いていったわけじゃないですか。だからそういう意味では、今後彼らがさらにね、大きくステップアップするために重要な経験となるはずだと思いますよ。スペインのシャビトもやりましたしね。そうですよね。はい。もうもちろん目指すからにはね、負けることは考えずにやりますけども、ただ一方で先々を考えて何をするんだというよりも、まず最初のグループ予選3試合、これは簡単じゃないですよ。いずれも強国ですから、そういった時にグループ予選を突破して、そして一つずつ上に向かってというのは、目先のあまり上の先のことばかり考えずにですね、次の試合1試合をどういうふうに戦うのか、そこに集中をして準備をしなきゃいけないなと思います。そう思います。それとその後ももしかしたらね、そういうのがずっと続くのかもしれないし、そうであってほしいなと思うんですよ。なぜかというと、まあ今時の若者っていうとね、僕がもう年を取ってて、昔自分たちの時も年上に言われたな、そんなことを繰り返すわけではないですけど、今意見を言えない子が多いですよね。自分の考えをしっかりと伝えられない、僕はこう思います、こう言ったら顰蹙買うんじゃないかとか、いろんなことを考えすぎちゃう、逆に微妙ですねって、なんか考えを持ってない若者が多い中で、今何すべきだったんだとか、お前何考えてたって言ったら、いやこうこうこうじゃないですか、状況がこうなんだから、ハーフタイムなんかよく喋ってますよ。そんなことが言えるっていうのは、もしかしたら彼らがサッカーを通して自己主張をする、だけど自己主張をしながらもチームでそれを合わせながらやってくるという訓練をしてきたからなのかなというふうに思いますしね。特にサッカー界ではそういった指導をやっていきましょうというふうに僕らも言ってますから、もしそんなものがそうやってちょっとずつ高まってきてるんだったら本当に嬉しいことですよね。